新村で十月四日から九百六十七年八月十七日は、日本の言語学者、文献学者、京都大学教授、名誉教授で、ソシュールの言語学の授業やキリシタン語の資料研究などを行った日本人の草分けである、旧幕臣で当時山口県令を務めていた、関口隆吉の次男として、現在の山口指導場門前に生まれる、でという名は、父親が、 山口県と山形県の県令だったことから、山という字を重ねて命名された。1889年4月に、父、隆吉が帰還者事故により、不慮の死を遂げた後、徳川義信家の家父で、義信の即出心尊心の養父にあたり、元御所と取の新村武雄の養子となる。義信の多彩な趣味の一つに、写真撮影があったが、 彼の残した写真の中には若き日の出の姿を写したものもある。では、吉野武家で指定の家庭教師も務めていた。15歳静岡人城中学第一高等学校を経て、1899年、東京帝国大学文科大学白言学科卒業。在学中は上田和俊氏の指導を受けた。この頃からの友人として亀田二郎がおり、後に、 音韻分布図を共同して出版した。国語研究室助手を経て、1902年に東京高等師範学校教授となり、1904年には東京帝国大学助、1906年から1909年までイギリス、ドイツ、フランスに留学し、言語学研究に従事する。その間、1907年に京都帝国大学助教授、基調後に同教授となった。 言語学講座を担当し、1910年には文学博士、1928年には帝国学士院会員となる。1936年に定年退官した。1933年、宮中の高書士の控えメンバーに選ばれた後、1935年には正メンバーに選ばれた。同年1月28日、昭和天皇に国書の進行を行った。 中世京都に在住して辞書編纂に専念し、1955年に初版が発刊された工事園の編纂著者として知られる、息子の新村武氏がこの共同作業に当たった。では、新金名遣いに反対し、当初予定の広史寺園が工事園に変更になった時は一晩泣き明かしたという、そのため工事園の全文は、 新金名遣いでも、旧金名遣いでも、同じになるように書き、せめてもの抵抗をした。ではまた形容同士を認めなかったため、工事園には、形容同士の概念がない。シンソンはまたエスペランティストでもあった。1908年に、ドレスデンで行われた第4回世界、エスペラント大会に、日本政府代表として、J 代表の黒板勝美と共に参加している。 1956年1956年文化勲章受賞1967年の死去時に、玉もの銀牌一組。没後にその業績は、前週にまとめられた、南蛮公益研究やキリシタン文学は、平凡社東洋文庫などで再刊されている。での業績を記念し1982年から、優れた日本語学や、言語学の研究者や団体に対し毎年、 新村でしょうが授与されている。出版社や新聞社などの言語に、あやふやな言葉の用法があったりすると、新村さんに聞けと促すものがある。意味は、ちゃんと工事縁を引いて調べろで、新村さんとは新村でのことに他ならない。正しくは、新村さんなのだが、そこを間違っているのはご愛嬌である。谷崎淳一郎を通じて、女優の高峰秀子と交流を持つようになる。 自宅に招いた際は、玄関や書斎を、広報のポスターやノベルティで飾り、広報を驚かせたという。また、広報のアメリカだ、より勇敢に出し周りに赤い線引きくと読み、これは、自身の前週15巻に収録されている。次男は、フランス文学者の新村岳、孫には、西洋史学者の新村雄一郎、中国文学者の新村徹、編集者の新村康氏がいる。 前週、編集言語研究編愛言語研究編2言語、研究編3言語研究編4南、番号網編愛南番号網編2南、番号網編3書始転積編愛書始転積編、編2、自電交渉編愛自電交渉編2随筆編、愛随筆編2随筆編 3, 随筆編方単化編、初簡編没後出版、編集、 山口の文学者たち80人、新村で山口県2018年8月31日、閲覧、AB 将軍、殿様が取った、幕末明治、新人物往来者、PP126 から百平0 a 2 7官報第4808号、明治32年7月12日、P194、東京高等師範学校園学略士東京高等師範学校、 1911年、P72、官報第8106号、明治43年6月30日、P695、高所市の奉仕者、東京朝日新聞昭和10年1月10日3面、官報第731号、除人及び、事例1915年1月12日、電気、工事園はなぜ生まれたか新村での生きた奇跡を、表した、何番記を収録。 ありがとうございます。